上半身の方を緩めていきながら、まあ、最初動かしながら自分で緩めていけるような方向でいきましょう。今年で48回目となる大分心理リハビリテーションキャンプ。脳性麻痺の子どもがいる保護者の会が毎年夏休みに開催しており、コロナ禍で2020年から中止していましたが、今年4年ぶりに行われました。コロナの関係でそのキャンプとかできなかった、座れてたのに座れない、で歩けてたのに歩けないとか、できたことができなく、なんとかですね、皆さんそこできたらいいかなと。キャンプでは6歳から43歳まで幅広い世代の10人が手足の動作の改善や矯正などそれぞれの課題に向かって奮闘。大分大学の学生らのサポートを受け、日帰りで3日間集中的なリハビリに取り組みます。ちっちゃい頃から始めてもいい、もちろんいいんですけど、成人してからもいろんな効果がありますので、一生続けられるトレーニングで、はい、とてもいいというかありがたい機会です。このキャンプでは動作法という手法でリハビリを指導しています。動作法は麻痺によってこわばった筋肉をほぐすのではなく、力の抜き方を覚えさせることで動かしやすい体作りをサポートします。抱えないと立てない子が一応こうちょっと支えるだけで立てるなるとかということは、もうこれまでのキャンプの時に成果が出てますので、日常生活のできることが全然変わってきますね。今年で32回目の参加となった首藤健太さんは、久しぶりにみんなと一緒にトレーニングを行えることが嬉しいと言います。周りに一緒にこうやってる仲間がいるっていうのと、やっぱり支えてくれる先生方がいるっていうのは、顔が見えるととても安心できるので、やっぱり一人でやるのとは大きく違うなというふうに思ってます。4年ぶりに仲間と一緒に体を動かした参加者は、キャンプで得た成果と自信を胸に自立に向けた道を進んでいきます。